見ていただきましてありがとうございます。旅する肝だらしバオシンです。この動画面白いと思ったら高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。さて今どこを走っているかといいますと、人形峠という岡山と鳥取の間にまたがっている峠に向かって僕の妹ちゃんが運転してくれてます。僕一応免許持ってるんですけど、最近ハンドルを握ってないので、もうおんぶに抱っこというか、もう頼り切ってしまいました。はい、でこのチャンネル「バオシントラベル」初めての、車載動画、ドライブ動画にチャレンジしています。でただそれだけではなくて、妹ちゃんにも一応目的があって、最終的なゴールは、今回の動画、この動画のゴールは津山市内なんですが、津山って実を言うとあの世界的なロックバンドのボーカリストの生まれ故郷なんですよね。なのでもうどうしても見たいと妹ちゃんが言うので、僕はそれにちゃっかり便乗してしまってこんな動画を撮っているというわけなんです。ただいま津山までの距離が現在地点から55キロということで、はい、ゆっくりとしたドライブ動画をお届けしたいなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。というわけでもうすでに回っているんですけれども、実はこの人形峠の界隈にもいろんな魅力あふれる観光スポットであったりいっぱいありまして、まあ他の地域に負けず劣らずの自然や、あとは温泉なんかもあったりします。で今回のこの動画に関しては練習でちょっと挑戦してみたいなと思っていますので、この点もちょっと楽しみにしていてください。楽しんでみてください。なのでこんな風にカミカミで喋ることもあります。もしかしたら編集するかもしれないし、峠の山道の夜のドライブがちょっと久しぶりですね。妹ちゃんが初めて口開いてくれました。
瞬時に規制も上げたりするので、その点はご了承ください。撮影している時はまだ練習はしていないので、
車にも乗らなかったですし、ほぼ歩きでしたから。1年も経つと、まあ中身もちょっと変わるもんですね。はい、ということで来ました、岡山県鏡野町です。ちょっと賑やかしいというか、やかましい。昔この辺りは確か違う村だったんだよね、町名が違ったんだよね。そうなの。昔はこの界隈は確か上斎原村っていう名前だったと思うんです。なんですけども、まあ、合併話なんですね、が上がって町村合併が上がって、で今は鏡野町の一部エリアとして、一地域として、名称を変えてます。ここはのどかな里山っていう感じがして、あとこの界隈にキャンプ場だったり温泉もあったりして、それはそれでね、いろいろと、まあ、旅行者、旅行に来た人それぞれの楽しみ方ができる場所にはなっていると僕は思ってます。で、この先のまた鳥取県に戻りますね。千ヶ瀬町という山あいの町に行きます。帰るんですが、その津山出身のロックバンドのボーカリストの方は本当にハイトーンボイスが特徴で、僕も実を言うと小学6年生の時から地味に隠れファンだったりするんです。はい、してね、歌ってみたいなのもするんですけど、まあ、キーが高いこと高いこと歌えなく、もうカラオケで歌う曲じゃない、あれは聴くための曲だなと思ってしたんですけど、有名なミュージシャン
山に向かってるわけです。でただ津山はね、まだ長いんですよね。だからまだ40キロあるからね、ありません、わからないそうです。
春から秋にかけてドライブするにはちょうどいい場所なんじゃないかなって思いますね。どう思う？いや、ちなみに妹ちゃんは本当にマイペースで喜ばしい限りです。
1つあるだけ結構重宝すると思うんです。住民の皆さんにとっては非常にありがたい場所、そんな気がするんですよね。経営は大変だろうけど、次は奥津温泉、そして今度は湯原温泉がありました。さっきの場所を説明すると湯原温泉という温泉街に行くので、聞くところによるとこの界隈に温泉が多いのは中国地方最大の高さを誇る霊峰、もしくは高貴富士なんて呼ばれる大山があって、この大山が火山活動をしていた時の名残でこの界隈に温泉街が2つ、温泉が湧く場所が2つもあると、そんな風に聞いています。
信号が現れました。右に曲がった場合は真庭市に行きます。左に行った場合は忘れました。ごめんなさい。少し前に津山に到着して、家族と合流しましたが、津山に行って、昨日実家に着いたのが2時だっていうことを言ったんですけども、僕は家族と津山で合流、津山駅で合流したんですね。そこからがちょっと大変で、この時間帯、あ、この時間帯じゃない、真夜中に道も暗いし、とにかく迷いやすいと、そういう状況の中だったもので、まあうちの両親がハンドル握ってくれたんですけども、まあ案の定道に迷いまして、まあでもこうでもないと、やってるうちに、まあ
がかなり遅くなってしまって、着いた時にはもう牛蜜時、夜中の2時超えてましたから。駅の駅前にはですね、このように SL の実物模型が展示されてたりするんです。ちょっと見ていきましょう。型式は C の 11K85 らしいですね。で、多分あそこにいるのは松山市を代表する人物の彫刻なんでしょう。この方のお名前、二之作玄二、なんてお読みするのか分かりません。そして SL の全貌はこんな形です。というフェイクを見せておいて、今日のメインテーマ、じゃじゃーん、津山を代表する、そして世界最強のロックバンドビーズのこんな立派なパネルがあります。津山駅の北口、ここで何人の人々が写真を、記念写真を撮っていったんでしょうか。というわけで、うちの妹ちゃんも記念撮影で、はい何やってんの、何やってんの何をやってるの君は。ということで、うちの妹ちゃん初公開です。喋らないし、だいぶ重武装なんですけど、そこはご容赦ください。一般人なので。はい、いらっしゃい。普通に行きなよ。普通にやりなよ。普通にということで、うちの妹ちゃんかなりシャイだったので、見苦しいところもあったかもしれないんですけど、生温かい目で見守ってあげてください。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。この動画面白いと思っていただけたら、高評価、グッドボタンと、そしてチャンネル登録もお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回。